日本鉄道84-7750型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1893年に、イギリスのニールソン社で重量を製造した、車軸配置2から6から0系の、飽和式天田機関車である。形式は、N3、4型。 番号は77から86であった。77から84は通常の日帰党単式、85、86は2、帰党複式で煙室とのヒンジが通常の逆の左側についているという特徴があったが、国有化前に単式に改造され、煙室とのヒンジも右側に移設されていた。日本鉄道は複式の2両を本形式の末尾に付番したが、 製造番号は短式のものより若かった。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では7750型に改版された。同時期に輸入された間接鉄道のキットソン製 V 型やナスミス・ウィルソン製の W 型は同型車であった。購買選挙用に製造された機関車で道輪の粘着重量を増すため、 天機でありながら、川水槽を持っていたのが、外観上の特徴である。また、過失は、ペルペア式、弁装置は、スチーブンソン式であった。当初の配置は、東北線の黒磯、白川間で、一部は、関接鉄道に貸し渡され、東海道線の箱根越えで使用された。国有化後は、一の関に転属して、東北線北部で使用されたが、 1924年4月に除籍され、全車がカラフト町鉄道に移管された。カラフト町鉄道移管後は、西海岸線で使用されたが、1929年に7750万7754、1930年に7758が廃車され、1943年のカラフト町鉄道の鉄道省編入に際しては、7両が、 国有鉄道に復席したが、1945年4月に全社が廃車された、形式図端子機器の所言を記す、ありがとうございます。